玩具レビューの時間でございます。はい、毎回ですね、私のコレクションから、いろいろですね商品を持ってきて、商品だもんね、でもコレクションなんだよね、非常に微妙なところでございますが、今日はですね、デラックスファイズブラスター、こちらを持ってまいりましたですね。デラックスファイズブラスター、はーい、仮面ライダーファイズの2003年ですかね、放映されました仮面ライダーファイズからですね、非常にこう象徴的な番、なんか玩具でございますな。うん、仮面ライダーファイズのね、関係の、まあ、おもちゃというのは非常にこの大人気で大ヒットだったんですよね。で、未だに熱い、こう、なんていうかな、声があちこちから聞こえてくるんですけどね、特にうちの音楽のディレクターなんですけどね、はい、非常にね、ファンの方が多いんですね。で、その中でもファイズブラスターというのは一番大きな、サイズ的にもね、十分大人が持ってもねおかしくないような武器の玩具になってますけど、単に武器だっていうふうに捉えるよりもより高度なおもちゃだなっていうふうにこう考えられますね。いまだにね、2003年当時のおもちゃとして見ても、で今見てもね、非常にこのよくできてるなと。で、今回ねちょっと複数ね仕入れができて、でちょっと一つ私のコレクションの中からですねこれ紹介しようなと思って持ってきました。はい、どんなものかと言いますとですね、まだいわゆるトラ一見ですよ、一見その、まあ、ブラスターって聞きますから、そのなんかいわゆるガンなんですけどね、大砲みたいな、もんでしょうか、なんですけど、そのコンパクトにまとまって折り曲げてですね、いわゆるトランクモードっていう形でちょっとしたこのなんかアタッシュケースみたいなねサイズになります。で、これはですね、まあ、ファイズの中でもですね、やっぱ非常に大きなおもちゃになっておりまして、ちょっと電源入れますとこんな音がするんですね。この音だけでもうね、なんか感動しちゃう人がいるぐらいですけどね。で早速ね、そのデモをやってみたいと思いますけど、まずね、トランクモード、いや、トランクモードっていうかね、まず仮面ライダーファイズがここからですね、ブラスターフォームに変身するということで、ちょっとねやってみたいと思いますが、電源入れましてですね、でファイズのボタンを押します。555ですね、はい、そしてこの時に、ファイズフォンを挿入します。この時ね、LED が光ってるんですけど、かっこいいですね。で、これでブラスターフォームに変身ということですね。はい。で、こっからちょっとね、ファイズもちょっと、抜きますね。ちゃんとこうした動きにもですね、ちゃんとね、音が反応するのかっこいいですよ。さあ、そして今、トランクモードになっておりますけど、トランクボックスモードかな、正確にはね。で、これを開きます。で、横のボタンの方ですね、しまして、開くて、よいしょ。先っぽの銃口のところをですね出さなきゃいけないんですけど、で今手に持った状態なんですが、あ、これちょっといいよはい、いわゆるハンドガンじゃないですね、いわゆるこうライフル型のおもちゃになりますね。で、大人の私が持った感じでもかなりの大きさでございます。そうですね、どのぐらいかな、60センチぐらいある、50、 いや50とはもうちょっとあるぞね、50強ぐらいはあるんじゃないかと思います。だから両手で持って、お、ちょっとこうなかなかのサイズだなっていう風に感じるぐらいですから、子供のおもちゃとして発売されてましたんで、かなり大きなものだというふうに言えると思いますね。で、迫力がございます。で、まあ、この状態ではね、ブラスターモード、じゃあ早速ねやってみたいと思うんですけど、音の方ですね、やっぱコードを入れることによって、音を発動することができますが、最初はね103、1003ですね、エンター、ブラスターモード、はい、ブラスターモードですね。で、グリップね、これはフォアグリップっていう前の方ね、ショットガンなんかによくついてるやつですね、ガシャッと引くことで発射できます。ね。もう一回。じゃあ2回引きます。そうすると2発受けるんでね。あ、2発、1発しか出なかったね。2回。あ、1回しかできないね。あれ、この回数、引いた数だけできるそうなんで、最大100発いけるそうですよ。あ、連射になりましたね。あ、行っちゃった。はい。まあ、その引いた数だけですね、発射できるということが基本でございますね。はい。で、弾切れになっちゃうわけですね。
で今度ね、まあ、これは通常の攻撃なんですけど、エクシードチャージ、これがかっこいいんですよね。エクシードチャージもう、いわゆる、まあ、必殺攻撃でしょうか。かなりね、高濃度な、エネルギーを注入するみたいな感じでしょうか。じゃあこれですね、エンターいきましょう。エンター押します。はい、音いいですね。で、トリガーを引いたままにします。ほら音変わりましたね。エネルギーが溜まってるって感じでしょ。発射ですね。はい、じゃあ次行きましょう。ブレイドモード、これね、いわゆるショットガンタイプですよっておっしゃった、言ったんですけど、これね実は刀にもなるんですよね。で、上のね、鞘っていうのかな、まあ重心のところを引き抜きますと、中に隠れているですね、ブレード、いわゆる刀の部分が出てきます。でこの中に LED が入ってるんですけど、これをねブレードモード、今刀だけになりました。はい、で、143のコードを入れます。エンター。はい、これで、剣を振る斬撃音ができますね。でトリガー引きます。はい、そして、エクシードチャージですね。143、あ、エンターですね。エンターを入れます。でトリガーを引きます。はい、間隔早くなりましたね。スラッシュというふうにですね、ブレイドモード。ね、サイヤを戻しまして、また、ブラスターモードになったんですけど。さあ、こっからですね、ちょっとね、いろんな音が入っておりますので、このね、ブラスターフル、よいしょ。ガチャガチャと戻しておりますが、はい、戻りました。今度はですね、この、いろんなコードでちょっと遊んでみたいなと思います。そうですね、パカッとね、横のね、カバーを開けますと、ちゃんとこの安直がついてるっていうかね、コード表がついております。で、これで参考にしながらできるんですけど、今日はね、まあ全部はできませんので、ちょっと面白いのやってみましょう。まずはですね、そうですね、オートバジン。そうそう。ファイズのね、パートナーと出てきますロボットなんですけど、オートバジンを呼び寄せるってのなんですね。5821。5821。エンター。オートバジン、カムクローサー。かっこいいな。ね。そして、今度ですね、オートバジンに飛行命令。飛ぶんですね。あ、これ知らなかったね。5846。エンター。オートバジン、テイクオフ。はい、これ飛ぶわけですね。そしてからですね、ブラスターフォームが背中のジェットで飛ぶと。はい、飛びましょう。5246。とこんな感じでいろんな音が入ってるんです。まあ一応今ね、そのね、指令コードの遊び方が出てますんで、それに沿ってやったんですけど、実はここに入ってないシークレットコードもあります。一応2つほどね、ご紹介できたらと思いますが、まず1つはですね、1224。1224。で、なんとなくわかると思いますけど、12月24日ってことですよね。ということで、あの音楽が流れます。これですね。はい、そしてクリスマスが終わってやってくるのはあの年でございますね。仮面ライダーファイズ放送が2003年で、新年を迎えまして2004年になりました。おもちゃも発売されてますからね。そうすると2004打ってみましょう。ハッピーニューイヤー。どうですか。ここまで行くとも、もうすごくもう顔が満足してるんですけど、やっぱりね、すごいです。このね、コード番号で遊ぶ、いろんな音がね、発動するっていうのはいいんですけど、ちゃんとこのシークレットコードが入ってるっていうのは、もう、マニアにはゾクゾクきますね。はい。この表には出てませんからね。で、まあ、やっぱりこういうね、コード、まあ、裏コードっていうんでしょうかね。これ結構あちこちでね、紹介されてみたんですけど、まだね、多分いろんなの入ってんじゃないかなと思いますけどね。詳しいことご存知の方は、またシークレットコードを教えてください。はい。まあ、そういうわけで、ね、今日のね、ガングレビューの方は、もうみんな大好き。大人は大好き。デラックスファイズブラスターでございました。